つなげよう海への思い、みんなの青色。海のために私ができること、それは一緒にです。元気に泳ぐ魚たち。ここは水族館？それともペットショップ？ここは一旦いろんなところから魚が集まってきて、調子を整えて、そしてこの場所から水族館へ行くんです。これから海外に出荷するというタカアシガニがやってきました。足を輪ゴムで縛ってます。まあこれアメリカ送るんだけど、35時間ぐらいかな、多分。長い時間であっても生態にとってはベストな状態なんだそう。これだ。石垣さんは日本全国はもちろん、世界中の水族館や研究機関などに生態を届ける海の手配師。水族館の飼育員さんが喜ぶってことは、状態が良く、これなら長生きさせられるなってことと全く一緒なんですよ。状態が良ければ繁殖の可能性は非常に高まりますよね。次の世代をその施設で産んでくれて、それがまた育つという、そこをやっぱりちゃんと汲み取ってやることは、当然生物にとってもハッピーなことだというふうに思ってます。生き物が大好きな人って、その子たちが住んでいる環境を汚そうとか、もっと守んなきゃダメだよねっていうのは自然に思うことだと思ってるんです。水族館を通じて、この生き物をかっこいいとかかわいいとか、そういうふうに思ってもらいたい、たくさんの人に魚の魅力を伝えたいっていうふうに思ってます。生き物だけでなく、自然を愛する心も一緒に届けているんですね。人は海と共にある。海と日本。